各位亲爱的观众朋友们，晚上好，我是主持人西蒙，欢迎来到 G5 的线上游戏联欢会活动。在接下来的4天时间里，我们为大家准备了非常丰富的微上市游戏的试玩活动，以及针对不同游戏开发组的独家访谈。那么作为整个直播活动的开始呢，在接下来的一个小时时间里，将会有数十款来自海内外不同的停，怎么了？你这说的实在太没劲了。不是，这不是都你给我编的吗？不是，好不容易进来半身西服，你不得搞得严肃一点？我让你把西服穿上，没让你弄得这么的没劲。那怎么？要不然这样，咱俩再看看播片，你再找找感觉，行吧？再看一遍啊，集合的朋友们，大家好，很高兴能够参加今年的集合 GFest 活动。上次来到集合活动现场还是2017年的5月，这3年多的时间里，从巫师之鲲的牌的公测，巫师三狂猎推出了简体中文版，到赛博朋克2077启动火线夜之城的直播节目， CDPR 中国也正在扩大我们的团队，希望用心服务好越来越多的中国玩家们，及时同步的给大家带来本地化的内容服务和支持。火线夜之城第二期会于近日正式播出，随着游戏内容的逐步公开，相信大家对夜之城的了解也正在逐步加深。为了打造一座生动的大都市，研发团队为街头巷尾准备了大量未来风格的广告素材。今天借着集合 GFest 的机会，为大家介绍两个本地化的广告设计。这二位相信大家都不陌生吧？在这里允许我向女王岩和黑洞谷歌参与赛博朋克2077项目表示感谢。火线夜之城播出后，我们收到玩家们对游戏全程中文配音的好评，对此我们心怀感激。所以今天还特地带来了一段对白，大家可以猜一下羽翼演对手戏的是哪位。我在想要不要装点新议题。那我觉得你这次算来对地方了。你新来的吧？原来这儿是个油腻的中年大叔，那身肥肉都快拖了地了。我叔叔的确不算帅，我也知道，不过谁看他一眼保准都能记得住。想要知道答案的话，可以关注集合 GFest 明天的节目。最后再次感谢集合网的邀请，顺便预告一下，明天集合 GFest 的节目中，我们还准备了一段赛博朋克2077的中文实机视频。虽然演示画面可能并不陌生，但是本次将首次配上中文语音和大家分享，希望您会喜欢。再次谢谢大家，很快我们夜之城再见。Hello, China. This is Mike Wilson, your original OG fun slinger from Devolver Digital, here to tell you about a couple of the games you're going to get to see this week. The first is from a new team we're working with out of Austin, Texas, our homeland. These guys are a new team, but they're industry vets behind games like Dishonored and Prey. They're bringing you Weird West, a beautiful, delicious sim.It's going to take you to weirder places than even Devolver has in the Wild West. And secondly, the one you've all been waiting for since I was 3 years old. We've been waiting for Serious Sam 4 from our original partners, Crow Team out of Zagreb, Croatia. These guys are bringing you the biggest, baddest Sam yet. I hope you love it. I know we do. Cheers.
大家好，我是疯狂兔子奇遇派对的游戏制作人邹阳，今天很高兴在成都与比跟大家拜一个早年。我们的游戏正在积极的筹备之中，相信在不久的将来就和大家见面。那么今天话不多说，让我们一起走进这奇遇派对的世界吧。这是一款由育碧中国工作室为中国玩家量身打造的具有冒险元素的聚会游戏，游戏充分地发挥了 Switch 的体感功能，不管是老司机或者新玩家，老年人还是小朋友，都可以轻松地享受游戏的快乐。它有着以下四个方面的特点。在技术上，我们采用了全境封锁的同款引擎 SlowJump 开发，不管是人物造型还是环境光影特效，都将给到你 3A 级别的视觉享受。在风格上，这是首款将疯狂兔子 IP 宇宙拓展到中国的游戏，让你可以感受到东方神秘和西方幽默的奇妙结合。在内容上，我们精选了《西游记》9981难中最精彩的章节，你可以和四师徒一起重温那熟悉但又充满了惊奇的旅程，当然也会挑战到传说中的大 boss。 最后在玩法上，我们在可重复游玩性上也进行了大量的工作。一开始你将通过小游戏提升自己的技巧，包括脑力甚至你的体力，随着游戏进行的推进，你还会发现更多的精彩内容可以解锁。谢谢大家，是兄弟，是家人，是朋友，让我们一起聚会玩游戏吧。要说还是我穿看着好看，哼，看我给你来一段啊。嗯，随着中国游戏产业的蓬勃发展，国内涌现出了许多优秀的游戏制作者。接下来让我们欣赏几款来自国内游戏开发团队的最新作品。Through science, mankind has reached new heights, but none expected it might lead to our extinction.
你说这发布会要咱俩有啥用？那肯定是给看的人介绍下边的游戏，但是又不能说太多，人家有片子，但是又得吊人胃口，要不然谁看？这事儿矛盾。不矛盾，你又得说又不能说，这事儿冲突。不能说但还得说，这事儿不冲突。那怎么说？暗示。Gフェスタをご覧の皆様、こんにちは。アトラスの山井和幸です。新女神転生3ノクターン HD リマスターのディレクターを務めています。新女神転生3ノクターン HD リマスターは、新女神転生シリーズでも非常にユーザーの皆様にご好評をいただいているタイトルです。今回は、それを原作を尊重しつつ、グラフィックスやゲーム性を大きく向上させました。また本作は私たちアトラスの作品であるペルソナシリーズにも受け継がれているバトルシステムの原点プレスターンバトルシステムを搭載しています。相手の弱点をつけば有利に戦闘を進められるシンプルながらも奥深いバトルシステムを楽しむことができます。そして難易度の選択の幅が広がり、もともとあったノーマル・ハード以外にもシリーズ未経験者の方でも安心してプレイできる新しい難易度マーシフルが新たに無料 DLC で追加になります。自分のスタイルに合った難易度を選んでいただけます。新女神転生ファンの方も本作で初めてプレイされる方もこの圧倒的な悪魔体験をぜひ楽しんでいただければと思います。 Nintendo Switch と PlayStation 4で反対時中文版が10月29日発売です。今後も中国の皆様に新女神転生の世界をもっと楽しんでいただけるよう開発一同頑張っていきますので、ぜひご期待ください。Gフェスタをご覧の皆様こんにちは。サイゲームスの木村優斗です。スマートフォン、PC で展開中のデジタルトレーディングカードゲーム、シャドーバースのプロデューサーを務めております。
おかげさまでシャドーバースは全世界2200万ダウンロードを突破し、中国の皆様にもたくさん遊んでいただいております。ありがとうございます。今回私から紹介させていただくのは、任天堂スイッチで発売予定のシャドーバースチャンピオンズバトルです。シャドーバースをもっとたくさんの方に遊んでいただくために、サイゲームス初の任天堂スイッチ用ソフトとして発売することになりました。本作のポイントは、アニメシャドーバースと連動した世界観を持っていることです。チャンピオンズバトル単体ではもちろんのこと、アニシャドーを知っているという方にはより一層楽しんでもらえるゲームとなっています。中国でもヨークやビリビリなどでアニメが放送中ですので、皆さんにもぜひご覧いただければと思います。またチャンピオンズバトルではカードゲームと RPG の融合をコンセプトに掲げています。カードゲームと RPG を融合することで、初めてカードゲームをプレイする方にも分かりやすく楽しんでいただきやすいゲームのあり方を目指しました。ゲームの言語も簡体字の字幕に対応していますので、シャドーバースをプレイしたことのない方もぜひ手に取っていただけると嬉しいです。最後にこの場で繁体字簡体字中文版の発売日を発表させていただきます。シャドーバースチャンピオンズバトル繁体字簡体字中文版は2020年12月3日に発売となります。シャドーバースの世界をもっともっと楽しんでいただけるよう開発一同頑張っていきますので、ぜひご期待ください。アニメシャドーバースの世界が任天堂スイッチに登場。シャドーバースチャンピオンズバトル、さあ君が主役のシャドーバースの始まりだ。アニメと同じ転生学園を舞台に、スイッチ版オリジナルストーリーが楽しめるぞ。アニメに登場したタクマやカイ、ルシアなどおなじみのキャラと一緒にシャドーバをプレイできるんだ。理解できます。どんなデッキで戦うのか、どんなバトルが繰り広げられるか、今から楽しみだな。もちろん俺ともバトル、全力で戦おうぜ。シャドーバすっげー楽しい。キャラクター紹介、まずは俺ヒーロー、カズキ、ミモリ、カイ、マウラ、アリス、ルシア、すっげー強い相手だぜ。そして主人公は君自身、自分のお気に入りのクラスを見つけて最強を目指そう。俺たちのシャドバブが敗部。君の力で仲間を集めてシャドバブの復活と大会優勝を目指そう。デッキ作りからバトルは始まっているぞ。手に入れたカードで自分だけの最強デッキを組み立てよう。デッキができたらライバルたちとの熱いバトル、目いっぱいシャドバを楽しもう。勝利の行方は進化が握る。早く君とバトルしたいぜ。これで最後だ。もちろん友達同士の対戦もできるぞ。君はグランドマスターになれるかな。さらに実物のカードプレミアムレアカードと連動させるとゲーム内でカードが手に入るぞ。さあ俺たちと一緒に頂点を目指そうぜ。これが我が波動、羽を揺らして。我が友の声、ギレクス上昇、俺の戦だ。シャドーバースチャンピオンズバトル、今君のバトルが進化する。さあ今すぐ予約だ。GFESTAをご覧の皆様こんにちは、セガの佐藤大輔です。龍が如くシリーズのプロデューサーを務めております。おかげさまで龍が如くはですね、中国の皆様にもたくさん遊んでいただいております。今年1月に発売をした龍が如く7、光と闇の行方ではですね、龍が如くシリーズで初の RPG であることとか、また主人公も桐生一馬から春日一番に変わり、新しいシナリオが展開されるであるとか、たくさんのことに挑戦した作品でしたが、中国の皆さん多くに遊んでいただいて本当にありがとうございます。また龍が如く7はですね、龍が如くシリーズで初の簡体字対応をいたしました。これによってですね、多くの、より多くの中国の皆様にプレイしていただけたのではないかなと思っております。また作品の評価につきましてもアジア各国から非常に高い評価をいただいておりますし、たくさんの感想やコメントを寄せていただいております。本当にありがとうございます。
本日はもし可能だったら龍河如くスタジオに関する新情報っていうのをお出しできればよかったんですけれども、まだこのタイミングではお出しできる、情報がございませんので、この先の情報をお楽しみに待っていてください。今後も中国の皆様に龍河如くの世界をもっともっと楽しんでいただけるように我々開発指導を頑張ってまいりますので、今後の続行にご期待ください。ありがとうございました。Occupied by Roosevelt. We can't negotiate with them. We have to take back what is ours. No force can occupy a country when its people do whatever it takes to drive them out. Roosevelt wouldn't stand a chance. I wish more people would see that. I can give you my daughters. You will need them to fight. Be like you used to be.Suffering's coming will rupture reality. They keep coming for us. Seems we have another nightmare on our hands. Come on! Come on! Step right up! Woo! Everything's so stable already! Everything is nearly dead! Wake up when you still have the chance! Pick your identity! Be who you wanna be! No mom, but not an E! Come and belong with me! Dance! Hello. We are Unit Zero Studio.And this is our upcoming game. You play as a game developer who is trying to make the perfect horror game. Having failed numerous concepts, our main character decides to turn to his last resort, Satan. We can't wait for you to experience the perfect concept. We are working hard to complete the game, so expect to sell your soul this holiday.What kind of cop are you? A human disaster cop? A superstar cop? A law cop? The possibilities are endless in this groundbreaking open world RPG. Disco Elysium. Get it now.
嘛呢？怎么说说玩上了又？哎呦，又死了！来来来，打等那儿，我操！你换那个，你换那个雷！啊，对对对，等会儿，慢点，停！你没看你边上有一人？哎呦，你慢点，那后边，你再换那手枪，对。嗯，
哎，娜姐，要是你帮我查查别人发布会都怎么做的，忒难想了这。行，给你查查，给你查查。哟，集合 APP 还推送了，说啥呀？请更新您的 APP 的 2.9.5 版本，内有惊喜。我靠，这么早推了？什么惊喜？我看看，你打开看一眼，绝对惊喜。哇！恶就是恶，是小是大，还是不小不大，全都一样。程度是相对的，界限是模糊的。我不是虔诚的隐士，这辈子也不可能全做善事。但若要我在两种恶行之间做出选择，我宁可两个都不选。Hello everyone, I hope you're enjoying G-Fusion. I'm Justin Truman, Production Director on Destiny 2, and thank you on behalf of everyone at Bungie for being part of our global community. Destiny 2's new expansion, Beyond Light, is launching November 11th. And be sure to check out my interview with Game Cores on the live stream on August 8th. My name is David Cage. I'm the writer and director of Detroit Become Human.I would like to share some important information with our Chinese community. Quantic Dream is proud to announce that our titles Heavy Rain, Beyond Two Souls, and Detroit Become Human will be available on PC in traditional and simplified Chinese. We also wanted to reinforce our support to our Chinese fans. This is why Quantic Dream is now present on Weibo,Bilibili and Zihu, and will be soon on Douyin too, so we can directly share messages with you. Quantic Dream also started a new initiative called My Quantic Story to allow our fans to share with us videos about how our games inspired them or played a role in their lives, or just to send messages for the team. We would really love to hear your story, so please feel free to send us your videos.At myquanticstory.com. I would like to warmly thank you for all the inspiration and energy you give us. You are the reason why we make games, so thank you for your passion and your support. We will have many exciting news to share with you in the future, so stay tuned.极客斯工业运动会正式开办，本次运动会就在漩涡酒场外的冰面举行，运动员们可以在三个项目中尽情体会神奇的时空紊乱情景，磨练自己的位面旅行技艺，失衡速滑，在错乱的重力环境中高速冲刺，激流回旋，冲入快速随机出现的时空裂缝，感受随机，以及反向速降，体验多次进行小型跃迁的畅快。每场比赛都以开怀畅饮开始，以便抵消位面切换带来的头晕现象。啤酒由漩涡酒厂赞助，三个项目，三种啤酒，三场完全不同的时空紊乱体验。现在就先来上三罐吧，出发之前先喝倒，背面旅行无烦恼。欢迎来到我们的 Trump 游戏锦标赛。果然，两边都是弓箭、提剑跟笛子，漂亮！据说去倒了这边，这猎人的真正实力。两个人一起，不管是哪边，漂亮！这个双杀是推过了第二个箭塔，哇哇，一个弹力，哇！好 ，T L 这边先取得击杀。哇呀，双重 C 四漂亮！哇呀，漂亮！
谁拿的呀？这有一个游戏我巨喜欢哎。什么游戏 ？Chinatown Detective Agency。你说什么？你听 ，Chinatown Detective Agency。得得得，人游戏不是有中文名吗？哦。
中国の皆様こんにちは。株式会社ジュピターの目黒と申します。デザイナーの望月です。プログラマーの藤本です。株式会社ジュピターは1992年に日本の京都で設立されました。1995年にマリオのピクロスというソフトを任天堂様とリリースして以降、25年以上ピクロスを作り続けています。ピクロスというのは数字をヒントに盤面に隠れたイラストを完成させるイラストパズルです。本作は弊社が2017年から2019年に任天堂スイッチに向けてリリースしたピクロス S シリーズ3作品を一つのソフトにまとめたものです。この度、ガメラゲーム様の協力のもと中国でのリリースが可能になりました。ピクロス S シリーズの特徴は、通常のピクロス以外にもメガ数字という列をまたぐ数字が入ったメガピクロス、複数の様々なサイズの問題を解いて大きな画像を完成させるクリップピクロス、色のついたヒント数字を手がかりにカラーの絵を完成させるカラーピクロスと、様々なゲームモードが搭載されていることです。またガメラゲーム様のご提案で日本版にはなかった中国オリジナルのピクロス問題が搭載されています。サノプシやサユキなど日本でもポピュラーな中国独自の題材をモチーフとした問題です。水墨もある問題の中から見つけてみてください。中国でもイラストパズルはとてもメジャーなものだと聞いています。そのイラストパズルを長年作り続けた弊社だからこそ、遊びやすさという部分にこだわりを持って作っておりますので、初めて遊ぶ方も安心してピクロスに挑戦してみてください。どうぞよろしくお願いします。シェイシェイシェイ。各位玩家朋友大家好，我是波兰导师馆文化处的游戏专员大面，很高兴今年 GFest 在线游戏展会上将继续有波兰元素。最近十几年来，波兰游戏产业高速发展，而且已经成为全世界第四大游戏出口国。一个拥有3800多万人口的国家，却具有500多家游戏企业，那只能说我们太爱游戏了吧。欢迎大家观看我们与组委会共同向大家竞选的几款波兰游戏作品。在赛博朋克世界成为汉游侠探，体验角色扮演的精髓。大家好，我是来自美国独立游戏发行商 Tiny Build 的社群运营专员 Sunny。 今天呢，非常开心能够在这里跟大家问好，
因为我们正在努力的将我们旗下的多款游戏带给中国的玩家，也在逐步建立我们自己的中国粉丝社群。本次呢，我们将会展出多款游戏，包括 Ramen 拉面战士、 Killer with Fire 打蜘蛛模拟器等等。另一款游戏 Not for Broadcast 也添加了最新的中文配音版本，希望你们能够喜欢。
哎，你觉得我刚才那段说的怎么样啊？我感觉还可以吧，但我感觉还是差点意思。Consider your predicament. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow,Despair. That's when you'll come knocking on my door. Hello, G-Fest. My name is Sven Winke. I am the game director on Baldur's Gate 3, and I have very good news for all of our Chinese-speaking fans today. Baldur's Gate 3 is going to be available in both simplified and traditional Chinese subtitles the day Early Access is going to release. We worked very hard on the game, and we're very curious to hear all of your feedback, so I hope you're going to check it out. Take care, everybody, and have fun. Bye-bye!吉考斯工业问说他们新品能不能在活动上曝光一下，那必须的呀。行，那我跟他们说就先放最后了。我怎么觉得哪儿不太对呢？哪儿不对了？这遍我觉得差不多了，一般。要不咱俩先吃一饭去吧，我都饿了。活动下礼拜才开呢，行不行？行，走吧。又吃福满园？别老福满园，吃一烤肉去吧。大家好，我是高看。十年前我在大学里制作《七月球》的时候，难以想象今天
因为大家的热情支持，我还能用制作游戏的方式和大家沟通，分享一些想法。但今天我想给大家一点心理准备，因为很多玩过七月球和寻找天堂的玩家们可能以为我是一位柔情少年，但可能以为我是一位柔情中年，但却不知道我实际上内心有多么的黑暗。那今天在集合兄弟姐妹们的邀请下，在 GFest， 我很荣幸和大家分享我这段时间终于放飞自我的结果。希望大家 enjoy 七月球系列第三部 Imposter Factory 影子工厂的预告片。